リチャード・エドモンド・リングはアメリカ合衆国の政治家。共和党に所属し、ロナルド・レーガン政権で第22代アメリカ合衆国の有無長官を務めた。1918年6月29日にカリフォルニア州サンフランシスコにおいて誕生した。リングは1940年にノートルダム大学を卒業した。卒業後はカリフォルニア州の自宅に戻り、 父親の種子加工業の手伝いをした。第二次世界大戦中にリングはアメリカ陸軍に従軍した。リングは太平洋地域での戦闘に参加した。リングは1945年に中佐として軍を退いた。1949年にリングは父親が経営していた種子加工会社のエドジェーリングカンパニー社を引き継ぎ社長に就任した。 リングは1967年まで同社社長を務めた。また1953年にリングはカリフォルニア州主旨協会の会長にも就任した。1966年にリングはカリフォルニア州から連邦上院議員に立候補したが敗北する。リングが公職に立候補したのはこれが唯一であった。同年にリングは カリフォルニア州知事に立候補したロナルド・レーガンを支持した。リングは農業問題の顧問役としてレーガンを支援した。1967年1月にカリフォルニア州知事に着任したレーガンにより農務副長官を任命され、その後22代目アメリカが州国のオ長官に承認した。リングは1969年までカリフォルニア州のオ長官を務める。 1969年にリチャード・ニクソンが大統領に就任するとリングはリチャード・ニクソン政権でアメリカ合衆国のおむじ官補として打診を受けたリングはマーケティング及び消費者問題担当として着任しニクソンが大統領を辞任する1973年までノーム時官補を務めた1973年からはアメリカ食肉協会の会長を務め 国内の農業政策に強い影響力を与えた。1982年に、ドナルド・レーガン大統領はリングをアメリカ合衆国農務副長官に任命した。リングは約1年でアメリカ合衆国農務副長官を辞任し、リングレシャー社の顧問役に就任した。だが1986年に、レーガン大統領はリングを呼び戻し、アメリカ合衆国農務長官のポストを与えた。 1989年にリングはレーガン大統領の人気満了に伴い農務長官を退任した。2003年2月1日にカリフォルニア州モデストにおいてパーキンソン病による併発症で死亡した。ありがとうございます。